失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだな。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら神がお前を救うことはない。アザール、奴はもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は。大賢者様、ジュニアナガルバの火の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう、始めよう。動きは順調だな。オイラたちちゃんと監禁室に入れたし、アルハイゼンもやるべきことをやれたもんな。あの大賢者アザールまで見事に惑わされるなんて、アルハイゼンの計画ってとんでもないな。でこれから何するんだっけ。緊張してたせいかオイラあんまり覚えてなくって。おう、確かこんなことを言ってた気がするぞ。これ以外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。え、わざとこいつを閉じ込めるのか。なぜだよ。彼女は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うとあいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものってことか。でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令員の学者たちによれば、クラクサ・ナリレビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサ・ナリデビの意識を呼び起こすには時間がかかる。だから。じゃあ、オイラたちがナヒーダを呼び起こす担当ってことか？監禁室は教令院内部にある。スラサタンの聖書からもそう遠くはない。その上、完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえず、ラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカー社端末を改造しよう。その後、君たちはクラクサ・ナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし、彼女を呼び起こせるかどうかは、俺たちの運次第だろう。おお！だから今日ずっとアーカー社端末をつけ
閉じ込められるとき、アーカーシャ端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ。聞いた感じそう難しくなさそうだな。久しぶりにまたナヒーダと話せるのか。アーカーシャ端末が光ってるぞ。ランプの点滅が早ければ早いほど信号が良好ってことだよな。始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど私はスラサタンナ聖書に軟禁されている。賢者たちが創造する新たな神が私にとって変わろうとしている。仕方なく私はこの意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。ナヒーダ！ここは静かね。そういえば自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に心の声はあるべきなのかしら。私の行いは全て正しいの。私は本当に必要とされていないの。私自身本当はどう思っているの。ここは静かね。もしあなたが知恵の神なら
さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ。あなたは誰？誰の声？でも、あなたの言う通り、私はもう自分の声を無視したくない。あなたが呼び起こしてくれたの？ありがとう。でもどうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。あれ、意識が戻ったのか？状況はどうだ？よし、いい知らせだな。本当によかった。オイラたちが捕まったのも無駄じゃなかったぜ。ナヒーダを呼び起こしに行ってる間、オイラずっと外の音に耳を澄ましてたんだけど、学者たちの歩き回る足音がだいぶ減ったみたいだ。かなり時間が経ってるし、賢者たちはもうジュニアナガルバの日の作業を終わらせたんじゃないか？だな。そしたら次はニーローの出番だ。ニーロー、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを犯すなど。うん、行ってくるよ。私がどんな上演の機会も逃したくない人だって知ってるでしょ。はあ、分かった。どうやら君はあの者たちをとても信頼しているようだ。俺、しかし万が一のことがあった時、俺たちでは助けられないかもしれん。安心して、あの人たちは危ない状況を解決できる実力者ばかりだから大丈夫。ああ、分かったよ。だがもし君が本当に捕まったら、俺たちは命を懸けてでも絶対に助けよう。俺たちのためを思って本当に気をつけてくれ。ありがとう、ツバイルさん。みんな、ニーロ、どうだ？緊張してないか？確かに普段のステージよりは緊張してるかな。でも単にうまく踊れるかが不安なだけだから。うん、ステージに集中すればいい。他のことは劇場のみんながやってくれる。お前ってやつはほんと口がうまいな。一緒に手伝いに来たのに、なんでいいところは全部お前が持っていくんだか。一段落したらみんなにご飯を振る舞うよ。みんなの気持ちには本当に感謝してるから。おっと、こんなラッキーなことがあるなんてな。はいはい、真面目な話に戻ろう。ニーロさん、俺たちはとりあえずここで教練員に行こうとする人を止めて、通行人がステージの邪魔をしないようにする。ああ、俺は教練員で変な実験が行われていて、魔物が逃げ出したっていう、とても危険だから絶対に行くなってね。
もっと別の理由はないのか。まあいや、キョレインなら本当にそういったことをやりそうだし私もその理由がいいと思うよ。安心しろ、お安いご用さ。いらしたんですね、ニーローさん。こちらはまだ取り込み中ですが、無料のヤルダーキャンディーを配布して広場にいる邪魔な人を誘導する計画はかなり…そうだ、よかったらお一つどうです？どうせ配りきれないでしょうし。本当にお疲れ様、リハル。花の騎士の格好までしてくれて。キャンディーなら大丈夫。上演前は体型を維持するためにしばらく甘いものを控えるようにしてるの。もうすぐステージが始まるし、なおさらだねそうでしたね。ステージは開けてあります。準備も全て済みました。いつでも上演を始められますよ。本当にありがとう。あなたのおかげだね。じゃあステージに上がる準備をしてくるよ。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから、得したのは私の方です。パフォーマンスは見たことがない。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね。でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。聞こえたか？衛兵がたくさん慌てて走っていくような音がしたぞ。これって計画が次の段階に進んだ証拠だよな。おお、そうだな、うまくいってるみたいだ。そういえばアルハイゼンはいつの間にもうすぐアーカー社に記録される缶詰知識をすり替えたんだろう。あの時か。オイラ、すっごく緊張してたから全然気づかなかったぞ。そういえばアルハイゼンのやつ、前にオルモス校でも同じようなことをしてたよな。みんなが緊張している隙を狙って傭兵のボスからこっそり神の缶詰知識を奪ってた。あいつにとって何度やっても成功する技ってことか。はっ、なんであいつを褒め始めてんだよ。確かにちょっとは頭が回るけど、すっごいムカつくやつだろ。それよりもう一回この段階の計画を思い出してみようぜ。どうせやることもないし、少しは心も落ち着くだろう。
ニーロの任務は確かこういう段取りだったはずだ。今クラクサナリデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、教令院の中心人物と衛兵たちはまたアーカーシャ端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろう。あんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。しかしそれが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は俺が教令院にいた頃起草を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ記録されるだろう。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？そんなのあんまりだぞ。俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ2つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナガルバの日に登録させる。その後芸術禁止令に違反する人物が現れれば、賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だがその工程さえうまくいけば何の代償もなく教令院内のセキュリティを無効化できる。なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦ってやつか？ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り込んだところで衛兵たちは絶対に信じるのか？アーカー社に依存することに慣れてしまった者は好奇心が次第に薄れていく。そうなれば情報の分別能力もかなり落ちる。アーカー社は人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い私はスメールシティで働いてた時そう長くつけてなかった。ああそうだ、この計画には芸術家の参加が必要不可欠ってことだよな。誰か当てがあるのか？ニーロだよ。ズバイルシアターのニーロ、結構仲がいいんだ。あいつなら絶対に信頼できる。ただこんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が引けるけどな。ひとまず彼女に直接会ってニーローの意見を聞いてみよう。いや、教令院内のセキュリティを無効化したら。分かってる。そこからは私とあの密航野郎たちの番だろ。おい見ろラフマン、あいつらこぞって教令院から出てきたぞ。シティに長いこと潜伏してこの瞬間を待ってたんだ。野郎どもも動き始めてる。教令院の中にいられちゃ手出しできないが、教令院から出さえすれば私たちの狩り場だ。お前みたいな目獅子がいるなんてあの獲物たちもついてねえな。なるべく早くシティで奴らを片付けないとな。賢者たちに気づかれたら計画が水の泡になる。給料をもらっていい暮らししてる連中なんてたかが知れてる。毎日砂漠で鍛えてる俺たちに比べたら有利なのは人数くらいだろう。そういえば教令院の六大賢者直属の衛兵たちは大半が30人団の傭兵だが、その評判はかなり悪い。賢者たちの言いなりで傭兵としての理念も全くない。ここは同業者として今日はしっかり奴らを懲らしめてやらないと。そうだな、罠はすでに張った。あとは人を誘い出すだけだ。ああ、お前と私で二手に分かれてチリジリになった衛兵たちをもう一度集める。ただ衛兵の注意を引けるかどうかはイザーク次第だ。こんな重要な任務をあのガキに任せて
危険な目に遭わないのか。大丈夫さ。それにイザークがどうしても手伝いたいって言うんだ。あの子を信じよう。それにあいつが捕まったとて衛兵たちは彼に手出しできない。彼らもクラクサナリデビの本当の姿を見たことないだろう。確かにな。もう人が見えてきた。俺たちも出発しよう。ああ、じゃあな。この服、うん、イザーク、自分のやるべきことは覚えてる？衛兵たちが来たらクラクサナリデビに扮して彼らの前から逃げるのよ。うん、もちろん覚えてるよ。でもちょっと緊張してて。リラックスして。自分が捕まるかどうかなんて考えなくていい。たとえ捕まっても私たちが必ず助けに行くから。イザークはどうやってあれら衛兵の気を引くかだけに集中して。彼らをグランドバザールまで誘い込んだら、あとは私たちに任せてちょうだい。わかった。俺、おじいちゃんの代わりにクラクサナリデビ様に恩を返すために来たんだ。だから逃げたりしないよ。おい、あいつらが来たぞ。強レインの衛兵だ。よし、時間だ。イザーク、呼吸を整えて行け。頑張れ。なんであっちにも衛兵が。まさかもう先回りされたの？計画とちょっと違うけど、もう時間がない。早く決断しないと。家屋の後ろを見てみよう。次はどうしよう。誰もいないか。時間の無駄だったな。木の後ろまで来なくてよかった。次はどうしよう。衛兵がすごく警戒してるみたい。次はどうしよう。ここは何も異常はないようだな。やっと衛兵が離れていったみたい。早く行こう。おい、クラクサナリデビがあっちにいるぞ。待て。クラクサナリデビ、なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行こう。おい、クラクサナリデビがあっちにいるぞ。待て。クラクサナリデビ、なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行こう。そんな、ここにも強霊院の衛兵がいるなんて。まずい。おい、クラクサナリデビがあっちにいるぞ。待て。クラクサナリデビ、なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行こう。クラクサナリデビらしき目標がグランドバザールに逃げ込んだ。すぐに集合し、奴を捕まえろ。どこへ行った？消えた？まさか見失ったのか？早く探せ！おい、お前たちの隊がどうしてここにいるんだ？
分かれて捜索するはずだったろ。早く追え。ん？ここは？どうしてお前たちがここに？そうだな、本当に珍しいこともあるもんだ。揃いも揃ってここに集まるなんて、これで全員か？誰だ？まさか貴様ら、わざと何をするつもりだ？本当に大変な役回りだったよ。ガキ、まさかクラクサナリデビじゃない？貴様たちは一体何者だ？ちょっとした同業者さ。商売がたきでもいいし、個人的な恨みだと思ってもいい。だが、私たちの罠にかかったからには、自分を狩人だと思わないことだ。待ち伏せだと？ここはスメールシティの中だというのに、砂漠の傭兵たちに待ち伏せされたのか？ずっと教令院にこもって出てこないからさ。ここはとっくの塔に、私たちの狩り場だ。この感じ、ジュニア・ナガルバの火の儀式が先ほど終わったことにより、やっと少し静かになったか。衛兵はどこだ？今までいた衛兵たちはどこへ行った？衛兵！衛兵はいるか？大賢者様、どうなされましたか？私が呼んだのは衛兵だ。お前が来てどうする？申し訳ございません、大賢者様。現在、教令院内にいる衛兵は全員命令に従い、身柄確保のためにシティへ向かっています。身柄確保？何を捕まえるというのだ？なんだ、この嫌な予感は。それは、クラクサナリデビですが、違いましたか？クラクサナリデビ？クラクサナリデビがいなくなったというのか？はい。このような重要なことを冗談で言えるわけありません。今は皆さん混乱していて、クラクサナリデビが我々に報復をすると言っている人も少なくありません。どういうことだ？一体何が起こっている？クラクサナリデビが逃げただと？まさかアルハイゼンたちが救出に成功したのか？いや、ありえん。今日の警備は特に厳重なはず。クラクサナリデビを解放する命令もセキュリティは絶対的なものだ。それに奴らは一体何をしたんだ？クラクサナリデビが急に消えるわけが。消える？待てよ。おい、身柄確保の命令はどうやって衛兵たちに出された？少し前にアーカー社によって出されました。このような情報を発信する権限はあなた様の手にしかありませんので。待て、今確認する。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい、アーカー社には確かにこの情報があり、脳内にも明晰に浮かんでくる。奴らは一体どうやって私の権限をかいくぐり、この情報を発信したのだ？まさかアルハイゼンの提出した旅人についての報告か？いや、私がそれをアーカー社に記録する前、あの缶詰知識は念入りに調べたはず。もしやあれは私の注意を引くためだけのものだったのか？まあいい、今それが分かっても何の意味もない。肝心なのはクラクサナリデビの状態。お前たちはクラクサナリデビが本当に脱走したかどうか、スラサタンナ聖書に行って確認したか？確認？いえ、その失礼かもしれませんが、
大賢者様のおっしゃっていることはいささかおかしいような。アーカー社の情報が偽りである可能性はないはずです。これは我々にとって疑いようもない常識。もしもアーカー社の情報と知識でさえ自らの確認が必要なので、では初めから自分で知りに行くのと何の違いがあるというのでしょう。マハールッカ・デヴァータの貴重な遺産も意味を失ってしまうのではないでしょうか。確かに当時お前たちにアーカー社とマハールッカ・デヴァータの遺産を信じて疑うなと言ったのはこの私だ。つまり いえ大賢者様、あなた様の言葉を信じているからこそ疑問に思ったのです。ふん、お前はここを守っていろ。近くに怪しい者がいないかよく見ておけ。スラサタン。大賢者様。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。そんなバカな。もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。な、バカな。こんなバカなことはありえない。わ、ああ、な、また現れただと。一体どういうことだ。実に滑稽な姿を見させてもらったよ、アザール。アーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられると、たとえ大賢者でも目の前の物事を正しく認識できなくなるのだな。お前たちはいつも自らの脳内にある世界と自らの思う世界しか見てこなかった。だからこそお前たちはクラクサナリデビの存在を無視した。彼女が聡明な神であるにもかかわらず。セノ、お前はずっとこのような機会を待っていたのか。お前が再び私と対峙することをアーカー社が予測していたが、このようなシナリオになるとは思ってもいなかった。私自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題だとは言いたくないか。プライドの高いお前がアルハイゼンや旅人たちと手を組むとは確かに予想外だ。人は変わるぞ、アザール。アーカー社はもう俺の行動を予測できない。そろそろ、うん、お前たちが何を調べ上げたのか言ってみるがいい。時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。お前自身が定めた規定により教令員の者がここへ入ることは禁止されている。調べ上げたことについてだが、少なくともお前が神に逆らったという重罪を犯したのはもう。それがどうした。まさか私にお前の目の前で罪を認めろとでも。大マハマトラ殿。いや、神の前で罪を認めろ。お前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてならどうだ。あとどれくらい待てばいいんだよ。もうだいぶ長いこと外に動きがないみたいだけど、まさか何か起こったんじゃないか。それはそうだけど、ここにずっと閉じ込められるのは怖いだろ。そう考えると少なくともオイラにはお前がいるからまだこうして話ができるけど、ナヒーダはずっと一人でスラサタンナ聖書に閉じ込められてたんだよな。よっ、救世主が来てやったぜ。あ、弟子や。
おう、ちゃんと私に感謝するんだな。ここの鍵を手に入れるのに一体何人の衛兵を身体検査したか。あい、大変だったんだな。あ、オイラが肩でも揉んでやろうか。いや、それだけは遠慮しておこう。何慌ててるんだよ。あ、もしかしてくすぐったいのが苦手なのか。まあまあ、今はそんな話をしてる場合じゃなくてだな。シティの状況だが、セノの方も順調だ。教令院から送られた衛兵たちも全員片付けたぜ。防衛を担当する30人団についてもすでにアスファンドさんに連絡を取った。彼らもとっくの昔から人を顎で使う賢者たちにうんざりしてたようだな。雇用契約に違反しないことを前提に今回の件を見なかったことにしてくれるらしい。これもお前たちがシティの30人団と昔から知り合いだったおかげだな。それでセノの方はどうなったんだ。大賢者はすでにセノが取り押さえた。セノの手に落ちることがどれだけ怖いか私でさえ知ってるぜ。クラクサナリデビを解放するようセノが命令したら奴はそれに従うしかないだろうな。だから早くスラサタンナ聖書に行くといい。うまくいっていれば私たちは神を救ったってことだ。まさか神を救うために結成された臨時のチームがこんなにも頼もしい存在だなんてな。早く行くといい。シティの後片付けは私がやる。後でまた落ち合おう。はじめましてと言った方がいいかしら。現実で会うのはこれが初めてだったわね。苗はずっと夢の中や意識の中ある。私を助けに来てくれて本当にありがとう。同時にここ最近ずっと反省していたの。今の局面は私の自分に対する悲観と教令院に対する譲歩によるもの。そうだぞ、オイラたちはナヒーダがいい神で友達だからこそここに来たんだ。そう言ってくれてありがとう。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出るとこんな気持ちになるのね。まるでとても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが夢から覚めた瞬間なのか、私についての概念と認識もとても明晰なものになっている。でも今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。ええ、本当にごめんなさい。今さっき神を一人救ったばかりのあなたたちに、これからさらに国とまして。大丈夫だ、ナヒーダがいればきっと解決できるぜ。それともう一つ。なんだ。教令院が私にしたこと、そして彼らが知恵の名のもとに行った愚行、
そのすべてに対し、神の名においてしかるべき報復を与えるつもりよ。おお、よし、そうこなくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。今さらだけど、わかったの。きちんとした神になるには、まずきちんとした自分にならないと。毛虫の段階からしっかりしていないと、いい蝶々にはなれないでしょ。ええ、そういえば教練院の神を作る計画はどこまで進展しているのかしら。とにかくあの偽りの神の誕生を防ぐには早く行動しないといけないわね。でもその前に少し準備が必要ね。拘束から解放された今の私なら、アーカー社の中心に直接接続して操作を行うことができるわ。まず博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解かないと。それから少し調整を施して、賢者たちの権限を取り消す。アーカー社を神のみが操作できていた原初の名にせ、教練員はマハール・カデバータの信頼を裏切ったんだもの。これには少し時間が必要よ。その間あなたたちも準備が必要ならしてきてちょうだい。もし送信計画の阻止に間に合わなかった場合、非常に厳しい戦いが待っているのは間違いないでしょうね。今のうちに戦う準備を整えておこうぜ。準備ができたら辺りを回ってみよう。オイラたち閉じ込められてた時にいろいろと見逃したからな。